それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、 NHK さんが30代記者を懲戒免職処分、受信料で支えられている職員として許されない行為、ネット民、その自覚あるならまずフルボッコアラをお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。以下引用、 NHK は2日、報道局の30代記者を懲戒免職とする処分を決定し発表した。発令は9日、広報局が公式サイトで伝えた。事案について、被処分者は2020年から今年5月にかけて私的な飲食を取材と称して経費請求するなど、協会の規定等に反する不正な経費請求を複数回にわたって行っていましたと記した。その上で、第三者委員会の指導や助言を受けながら全容解明に向けた調査を進めている段階ですが、本人から退職の意向が示されたことから、現時点で認定された事実に基づいて処分を行いましたと説明した。 NHK 広報局は、受信料で支えられている NHK の職員として許されない行為であり、視聴者の皆様に深くお詫びいたします。取材と称して不正が行われたことは、 NHK の取材に対する信頼を大きく損ねるものであり、引き続き第三者委員会の下で徹底的に調査して厳正に対処し、再発防止に努めてまいりますとコメントした。引用終了。ネット民の反応がこちら。以下引用、いや受信料でってその自覚あるならまず高すぎる給与から是正しろよ。職員の給料は現在の4分の1でいい。免職クラスだからよほど悪質だったんだろうか。異常な高給取りなのに強欲すぎんだろ。お偉いさんの方々もきっちり調べてほしいね。社長の任命責任はよ。受信料取らないで好きにやればいい。1000円2000円じゃ免職にならないだろうから、桁が相当違うんだろうね。受信料で支えられている公共放送として許されない放送してるのに、なぜなぜ。うん、そもそも受信料をこっちは認めてねえから。番組制作費を使って公共の電波で私的なイデオロギーやジェンダー観、歴史観を改陳されることに比べたらまだまだ可愛いもの。引用終了。このこんなの氷山の一角かもね。以下略、受信料で支えられている NHK の職員として許されない行為とのことですが、その受信料で嘘、切り取り、曲解、変更、風評拡散、おかしなドラマなどをばらまき続けている行為については許されるんですかね。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。